夕日が丘の総理大臣。1970年代の学園ドラマで望月明さんの漫画が原作の、型破りな教師の中村雅俊さん中心に、今では考えられないくらいとんでもなく青臭い青春を描いてたんですが、当時は大人気のドラマで毎回楽しみにしていました。出演当時高校生役だった役者さんたち、一体どうされているのでしょうか。中でもクラス一番のワルで、甘いマスクにワイルドな雰囲気で巷のギャルたちをキュンキュン言わせた、当時売り出し中の冬木健吉役の草川優馬さん、レギュラーのはずなのに9話までしか登場せず、その後ぶっつり消息不明に。一体何があったのでしょうか。気になるので調べてみました。草川優馬さん、夕日が丘の総理大臣での冬木健吉という生徒は、授業にもあまり出席せずサボってばかりで、授業に出たとしても漫画を読み先生の話を聞かない不良高校生という設定で、劇中では柴田良二役の井上純一さん、山川平作役の清水明宏さんと常に3人組で悪さして怒られるという、それでいて憎めない3人組というお決まりのパターンで人気でした。草川優馬さん、今年でもう61歳になるんですね。本名は小宮和彦さんとおっしゃって、出身地は大阪で、堀越高等学校を卒業されています。芸能界デビューのきっかけは、14歳の時に出演したテレビ番組プリンキャッシーのテレビの中のコーナーパクパクコンテストに応募して、西城秀樹さんの振り真似をして5週勝ち抜いたことが芸能界に入るきっかけになったそうです。その2年後には歌手としてスタート、若者時代で歌手デビュー。1978年までにシングルを8枚、アルバム2枚リリース。ワイルドな雰囲気が漂うアイドルとして、高い人気を誇りました。そしてドラマデビューは、青春学園ドラマ、青春ど真ん中でレギュラー出演。夕日が丘の総理大臣より前に放送されましたが、やらかしキャラの爆弾こと、中原先生を演じる中村雅俊さんが数々の問題を巻き起こすという、問題教師を中心にドラマが進んでいく中、草川優馬さんは生徒の松本はじめを演じています。その後園長先生が夕日が丘の総理大臣だったのです。歌にドラマに順調な滑り出しを見せて、新進御三家とかも呼ばれていた草川さんですが、夕日が丘の総理大臣の第9話を最後に突如見なくなったのです。なんと急遽降板してしまったというではありませんか。その理由とは、実は草川優馬さん、第9話の収録を終えた後になんと自宅で吐血したのです。原因は結核でした。すぐに慶応病院に入院することに。この時結核を患っていることは公表されないまま、1年間の入院生活を送り、その後草川さんは大阪の実家で療養することに。ハードワークがたたったのかもしれませんが、なんという不運なのでしょうか。歌もドラマも絶好調で、さあこれからという矢先でしたので、精神的にもとてもきつかったと思います。そんな失意の中にいた草川さんのところに、思いもよらない人が来てくれたと言います。その人とは我らが総理こと中村雅俊さん。慶応病院に入院していた1年間に中村雅俊さんは何度も見舞いに来られたそうです。本気で心配してくれたのだと言います。さらには大阪の自宅で療養中の草川さんの元をツアーの帰りに訪れて、芸能プロの社長を紹介までしてくれて、とうとうその芸能プロの所属俳優で復帰したのです。3年余りの休養後、1981年放送のドラマ許しませんで俳優復帰をした草川優馬さん、療養前よりも少しぽっちゃりで復帰した草川優馬さん、どんどん貫禄を増して
今ではもう別人レベルだとか。そのギャップの大きさが話題にもなりました。今ではこんな風貌になっていますが、それでもやっぱり男前ですね。現在草川優馬さんは歌手活動を全くしてないのですが、2008年春の中村家祭りというライブに出演しギターを披露しています。少し前ですが、主な俳優活動としては新科捜研の女があります。2004年放送のシーズン5で準レギュラーで、洛北医科大学勤務の解剖医の米倉太助教授役です。なかなか渋い演技が光ってました。運よくご覧になった方は、あれが夕日が丘の総理大臣に出てた草川優馬さんだと気づかれたでしょうか。草川優馬さんの現在のプライベートは、実は草川優馬さんは21歳で結婚されています。ちょうどドラマ許しませんに出演し、俳優として復帰したあたりですね。相手は一般人の方だったようです。しかし結婚して13年後、残念ながら離婚されています。離婚理由は分かっていません。その元奥さんとの間には息子2人と娘が1人いましたが、元奥さんが引き取られたようです。その後、草川さんは別の方と再婚されています。詳しいことは不明ですが、10歳年下の女性だという話です。いろいろあった。草川優馬さん。でも、どん底でいるとき、何度も励ましてくれ。俳優の道を開いてくれた。中村雅俊さんは、ドラマだけでなく、人生においても恩師なのかもしれませんね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は、冬木くん、急にいなくなったのはそういうことだったんですね。それにしても、中村雅俊さん、ドラマ離れても、まさに総理そのままだったんですよね。より一層惚れちゃいました。エンディング挿入歌の海を抱きしめても、今聴いても心に染みますよね。でも新進御三家って、恥ずかしながら初めて知りました。草川優馬さん、苦労した分これからは楽しんで俳優を続けてほしいと思いました。人の運命って本当わからないものですね。これからも応援しています。それではまた次回お会いしましょう。